プッチーノさん、カップアイス、西さん、ありがとう。アオさん、カップアイス、ありがとう。トールさん、お疲れ、ありがとう。レオさん、カップアイス、ありがとう。マチャルさん、ハート、ありがとう。おはよう。今日なんかわかんないけど、5時に目が覚めて勝手に。損しました。絶対損だよ。おはようございます。5時に目覚めたから X の投稿をして二度寝したんですけど、まだ眠たいです。はい、アキモさん、カップアイス、カメさん、優勝。陣来さん、だるま、サワッチョさん、だるま、クロさん、お疲れ、マイセンさん、だるま、大吉さん、だるま、しんちゃんさん、だるま、ブルーウィングさん、カップアイス、クワドリさん、だるま、タカシンさん、ハート、クロさん、カップアイス、アルさん、だるま、ありがとう。寒いかは分かんないですね。まだホテルの部屋から出てないからどうだろう。天気は良さそう。天気はそうだけど気温は分からない。何とも言えません。今日は野宿じゃないからね、室内にいるので分かんないけど、ちょうどいい気温だといいなって感じです。さっきテレビでなんか秋の気候になりましたねって言ってたから、新潟が涼しいのか昨日から全国的にもう涼しくなってるのかよく分かんなくて、新潟だからっていうのなのかさ、普通に昨日から秋なのかよく分かりません。おはよう。どこまで読んだかな。たかしーさん、ハート、クロさん、カップアイス、アルさん、だるま、マウナさん、コバ、ミキタピポさん、だるま、クロさん、ハート、トシさん、花束、しんのすけさん、カップアイス、鴨志田さん、だるまとハート、スカイホエールさん、だるま、谷くん、だるま、ありがとう。いっくん、ハート、ありがとうございます。ケンジさん、だるま、マジカルミントナイトさん、ハート、あっちゃさん、かわいいさん、こりんたろうさん、だるま、あるさん、カップアイス、こうじさん、ハート、ありがとう。ありがとう。今涼しいだけで数日後また戻りそう。あ、そうなの？戻りそうなのか。また戻るの？暑いのに。そうか。バオバブさん、ハート、ありがとう。赤ごはんさん、だるま、ありがとう。今日初めてスティーライブ参戦します。お、よろしくお願いします。今日はユミコさんの誕生日です。昨日は結局日付変わってから寝たんですけど、マイカーラインでユミリンさんの誕生日のカウントダウンして、誕生日になった瞬間みんなでおめでとうって言って寝ました。そう、くるくるもお誕生日だけど、くるくるは連絡先がまだ研究生だからないのでおめでとうって言えてないんですが、ユミコさんのはちゃんと日付変わった時に言えました。シュンさん、だるま、ありがとう。マリオ2さん、だるま、バルさん、ハート、ありがとう。トシヤさん、バラ、ありがとう。山崎さん、ハート、りょちゃん、ハート、マチャルさん、お断りです。そんな寝れてないか。なんか毎日さ、最近早起きが続いてるから、続いてたから5時に起きちゃいました。 BD マンさん、カップアイス、陣内さん、カップアイス、ありがとう。やばい。
はよう。多分今日もぐっすり眠れると思う。でも今日寝すぎたら、今日ホテルで寝すぎたらさ、移動中寝れなくなるから困りますね。え、思った、エチゴンから引用リツイート来て、パセリあの寝されました。しかもね、カメコ STU してくれてた、パスのこと。いや、リハは早くないんですけど、まだ本当は寝れるんですけどね、起きちゃいました。あ、テレビでなんか代々木公園の屋台飯やってる、世界グルメフェスだって、美味しそう。アイシャリさん、だるま、カエデさん、だるま、ありがとう。いや、もう三度寝はできない、もう起きなきゃいけない。ね、エチゴンの中身とかいないけど、エチゴンは、あと絶対客席でカメコしてないじゃないですか。誰なの？エチゴンカメコしてたのかと思って。え？おはようございます。だって絶対にいなかったもん、カメコの席に。あの黄色と緑のエチゴン。徳島のひーくん、ハートギフトありがとう。忘れっぽいもちさん、ハートありがとう。クックさん、だるまありがとう。笹団子あったよ、あのさやの写真パセが撮ったやつだよ。おだしさん、だるまありがとう。ジロくん、お断りです。おはよう。マカロニ色鉛筆さん、だるま。アイシャリさん、ペンライトありがとう。あ、外の人。外の人ね。おはよう。エチゴン、昨日もらったんですよ。いただき物のイチゴンです、これは。なんでイチゴンしてたかっていうと、なんかこの前ソルハさんがイチゴンにフォローされたって言ってて、それで知ってました。おはよう。広島にいつも乗ってきましたか？え、今新潟です。今日がツアーです。今日がツアーだよ。昨日はイベントで、今日がツアー本番です。おはようございます。おはよう。うん、鬼だった。調べたら鬼だった。サスオニさん、だるま。猫は猫で猫さん、ハートギフトありがとう。そうだよ、寝起きだからこの声だよ。朝から元気な人はきっといないでしょう。だってさ、朝起きてそんな喋ることない。ショールームが第一声です、今日の。おはよう。おはようが第一声。うわ、何も考えずに働きまくる。頑張れ、体調に気をつけて頑張れ。お化け大丈夫だった？お化けはいなかった多分。でもさ、お風呂入ってる時ずっとドアがドン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 みたいな、ずっとドアが鳴っててさ、怖かったです。
トスの今日の夢はももちゃんとマネージャーさんと3人でハート型ウイルスを披露してました。ハート型ウイルスさ、やったことないのにぶっつけ本番で披露してる夢見た。ももちゃんがセンターでした。そう、マネネと美人マネネとももちゃんとパーコでハート型ウイルスしてた。でマネージャーさんめっちゃ歌うまくて、私だけ声ガサガサっていう夢見た。マックでモーニングしてきました。わあいいなあ、マック、朝マック。今日は朝ごはん食べてません。今日は会場着くまで朝ごはんお預けです。アンバーさん、だるまありがとう。もう買いに行く時間ないから、買いに行く時間ないのでね、会場でお弁当とかあれば食べようかなと思ってます。リンコに、あ、ラーメン、なんかラーメンの詰め合わせみたいなやつあげました、 LINE ギフトで。リプランにね、合ってるんだねみたいなのあったけど、合ってないですよ、卒業してから一回も。 LINE ギフトで、なんかリンクが卒業してからさ、結構ずっとなんかツアーとかリクアとかでバタバタの日々過ぎて何も会えてない。ツアー落ち着いたら会いたいねって言ってます。ずっとなんかフェスとか夏とかはさ、アイドルバタバタちゃんだから、私はもともと人と出かけるタイプじゃないからね。落ち着いたらゆっくりメンバーと出かけたいですね。 LINE ギフト便利。アディクテッドツーユーさん、だるま、ストーチのミニマロンさん、カップアイスありがとう。ジロくん、ハートありがとう。そう、絵文字なんか LINE でパセリの絵文字あれなんって送ったんよね。初めてさ、あの絵文字使われたから、あれパセリなのって言ったら訂正してくれてた。申し訳ない。別にクレームを入れたつもりではなかったんだけど、普通に質問というか日常会話として聞いたら訂正してくれてました。ね。でもパセリって言ったらね、あの絵文字が出たんですよ。あの葉っぱみたいなやつ。マジカルミントナイトさん、カップアイスありがとう。ねえ、おはよう。なんだっけって言われた。なんかね、パセリの絵文字それなんて送ったら、え、ごめん、なんだっけ、ブロッコリーだっけみたいななんか来てさ、いや別に決まりはないけん、決まりはないけん別にいいんだけど。あ、これイタリアンパセリなの。あ、そうなの。おしゃパセリやと思ってね。パセリ感ない葉っぱ。葉っぱさん、通りさん、ハートありがとう。カズヤさん、だるまありがとう。マクールさん、だるまありがとう。ノブローさん、ハートありがとう。カックンワイプさん、カップアイスありがとう。おはよう。NST マス見た、ありがとう、見てくれてありがとうございます。今日もぜひ配信あるので見てください。今日はあの曲とあの曲ですね、 NDT さんの曲を披露します。昨日のあの MC でもみきゅさんが話してた通り、新潟ということで。おはよう。
だよ。福太郎さん、だるま、大吉さん、ハート、しんのすけさん、ハート、しゅんぼうさん、だるま、ありがとう。なんかさ、コメント欄見てると表示されないギフトがあってさ、あ、今なんか1個流れたと思ってギフト欄見たら3、4人来てる現象がこの前からちょいちょいある。なんでだ。あ、昨日ありがとう、今日もよろしくお願いします、ツアー、うん、ありがとうございました。なんか昨日お見送りみたいなやつがあったんですよね。お見送りではないけど、なんかね、練り歩きみたいなあったんだよね。うん、しんちゃんさん、タワー、昨日の夜に引き続き再びタワーだ、ありがとうございます。またギフトを達成させようと伸びてくれてる、これはありがとう、申し訳ない、ありがとうございます。うっかりあんこさん、お断りです。みきやくん、ハートありがとう。鬼軍曹さん、ハートありがとう。タワー、北海道ギフトのためにやってくれてるわ。いっくん、だるま、めっちゃきのこさん、だるま、ひろさん、だるま、ありがとう。ちょっと待って、これエビちゃん、だるま、ありがとう。まっちゃんです、お断り、お断りです。おみかんさん、タコ10個ありがとう。何時に出るの、言えないよ、言えないんだそういうのは。もちはださん、ハートありがとう。通勤急行通過駅さん、誰もありがとう。は難しい名前だ。まっちゃんです、タコ。しんいちさん、ハートありがとう。おはよう、しんちゃんさん。鴨志田さん、ハートありがとう。今日は緑白、いいの、やったぜ、やったー。今日はマイキューさんの分まで頑張ります、頑張りますね。体調早く良くなるといいな、お熱が下がるといいな。石川先輩、ハート、しんいちさん、カップアイスありがとう。新潟で一番何を食べたいか、お米、お米です。新潟らしいもの何も食べてない。昨日はね、配信終わってから餃子食べました。餃子を食べたんですけど、全然なんか新潟のラーメン屋さんとかじゃなくて、普通にあの九州のラーメン屋さんの餃子食べました全然新潟らしいもの食べてないよ。かまちゃん、カップアイス。ベレッタさん、カップアイス。白熊さん、ティガーさん、ハートありがとう。キサラギさん、ハートありがとう。そうなんだよね、何も。お寿司食べたいよ私も。でもさ、お寿司屋さん分かんなかったしね、見つけられなかったしね、行けなかった。
みやりん、カップアイスありがとう。お城、お城タワーありがとう。おはよう。昨日はね、メンバーみんなそれぞれさ、昨日は私は NST 祭りで出たんですけど、その後みちゅさんとさやんはあのテレビの生出演があったりで、夜はおきさんとかひなさんたち、あかりさんとかが STU チャンネルがあったりとか、あとさらちゃんはねラジオ夜までとか夜からあったりとか、それぞれなんかみんな活動があったからね。みんなおのおのの生活だったと思う。のべちゃんだるま、たかしさんだるま、しろくまさん、くわとりさんだるま、ありがとう。ねえみんな忙しいね。サゴーゾさん、だるまありがとう。ね、昨日の夜ねちょっと寒かった、新潟寒かったですよ。2023年9月の24日日曜日。はい、しーちゃんさんタワーありがとうございます。ありがとう。文字が見えない。ありがとうございます。シルバーよりも輝くゴールドアイドルしてきます。キランキラン。ありがとう。これウサギ。イチゴン書こうと思ったけど、ちょっと分かんなかったからウサギにしちゃいました。ありがとう。おはよう。土方歳三さん、カップアイス4つありがとう。4。いちごん。わ、月見マフィン食べたの？朝マック？今日なんかコメント欄朝マック勢がちらほらいる。おはよう、またねーと、またねー、ではまたねー、音符マーク、おやすみ中。おはよう。いや、パスはねー、これ何よ、テレビ、ホテルにいるときは怖いからテレビをつけてるんですけど、今はこれは週1ですかね、週1がついてます。1円物件を夫婦でリノベし5000万円にって書いてるよ。すぎょ。おはよう。会社に着きました。頑張って、今日も1日、日曜日なのにお仕事頑張って。たかしさんハートありがとう。トールさんハート、だるまありがとう。しんいちさんだるまありがとう。おはよう。1円物件どういうこと？すぎょ。
え、聞いてみんな、昨日ねエチゴンからもらったクッキーが、エチゴンからもらったクッキーのねカンカンがあるんですけど、これ夜中にさ、ソラハさんとテレビ電話してさ、見せびらかしたんですよ。見て、かわいいでしょって言って。で、このケースが、これとトキともう一種類あって、それぞれ味が違うっぽかったんだけど、これは、ル・レクチェ・ジャムクッキーなんだけどね、これ、名前。ル・レクチェ・ジャムクッキー。製造者、佐渡ホンダ販売株式会社だから、新潟のやつ。私が食べた新潟らしいものこれです。ジャムクッキー、めっちゃねかわいいの、見て見えますかね、クッキーがこんな。夜中にさこれ食べちゃってね、今食べようとしちゃった、危ない危ない。だから食べ過ぎちゃう、止まらなくなって5個ぐらい食べちゃったからやばいと思って、やばいと思ってキャリーケースのさ、なんか開かずの扉みたいなやつあるじゃん、キャリーケースの中の袋みたいなジッパー、その中に入れきってもう見ないことにした。でも今思い出してしまった、やばい。でも朝ごはん食べてないからこれ食べたい。食べてしまった。やばいやばい、美味しすぎる。え、これおすすめです、めっちゃおすすめ。新潟にいる方、このこれめっちゃ美味しい。さあ昨日いたメンバーに教えたい、早くこれマジで美味しいよって言いたい、ドヤ顔したい、食べましためっちゃ美味しいですよ言いたい。他のメンバーのクッキーはね味が違って、みちゅさんかな、みちゅさんか誰かがね私と同じ味だったんですけど、ちょっともうおすすめ。でもまだいっぱいある、まだいっぱいあるから大丈夫。これちょっと破片食べようかな、欠けてるやつ、こういう破片食べよう。やばい、その間に閉まりました。閉まったからもう大丈夫。怖い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 。美味しすぎて食べちゃう。ダメ。笑ってる。あ、笑ってるの朝から。よかった。食べちゃった。ね、配信あって食べそう。やばい。危ない。え、でもね、朝ごはんと思ったら、朝ごはんでパン食べる人いるじゃん、そんな感じで材料ほぼ変わんないでしょ。クッキー、あー
今ちょっとやばい、禁断症状出てる。うーって手が震えてくる。クッキーをくれ。おはよう。そうだよね、今日2コーナーあるから消費されるよね。いちごにリポ送るの美味しかったですって、またください。最悪じゃん、最悪のアイドル。100個ぐらい来るんじゃない。大五郎さん、カップアイスありがとう。こんなに美味しいものなんだ。ちょっと私がさ、クッキー食べてる間にいっぱいギフトを読み逃してる。さやえんどうさん、ハート、ハチさん、だるま、たかひろたかさん、だるま、とし ひろさん、だるま、ゆっきーさん、カップアイス、ちょうきちさん、だるま、さとこさん、カップアイス、しんいちさん、カップアイス、ひりやすみさん、ハート、とっしーさん、すぎやん、だるま、通勤休校通過駅さん、ハート、さとっしーさん、ハート、ありがとう、おーじーさん、カップアイス、さんちゃん、ハート、かっくんワイプさん、だるま、ありがとうございます。おはよう。声が出るようになった、クッキーを食べたからだ。よし、いっぱい食べちゃうぞ。まっちゃんです、タコ、マジカルミントナイトさん、カップアイスありがとう、ありがとうございます。うー、体がボキボキ、肩がボキボキです。今日のリハギはこちら、今日のリハギはこちらです。じゃーん、こちらです。ババン、パセのリバティエージさんのコラボのやつです。髪はまだメイク前なのでボサボサです。でもホテルのシャンプーね、いい感じでした、昨日。良きだった。そう、これ炭です、色。おはよう。もう10月になるから、みんなそろそろこの服が注文した方は届くんじゃないでしょうか。なんか昨日からさ、テレビつけとるとさ、見たことない新潟の CM が流れる。今も流れてる、初見の CM。 わー、タワー、しんちゃんさん、わー、タワーがまた来た、ありがとうございます、ありがとう、びっくりだ。さっきも書いた、さっきもいただいて、わお、ありがとう。え、達成なの？ねえ、私の胃袋にさ、北海道ギフト、北海道海鮮ギフトが入ると、入るために、私の、北海道海鮮ギフトにアイスは含まれますか？含まれない、もしかして、もしかしてだけど、ちょっとエチゴン書いてみようかな。食欲の秋、北海道の海鮮グルメは、流星さん、キューピッドくまちゃん、ありがとう、ありがとう。カニ味のアイスね、あるらしいよ。カニ道楽だっけにあるらしい。エチゴン書いてみる。何がもらえるんだろう、海鮮ギフト。
スの好きな海鮮ハマチ。カエド。サーモンとか？イクラとかかな。普通ハマチとシメサバ好きよ。あるかな。イチゴン。おはよう。ハマチはなんかね、ブリでも好きだし、ヤズだっけ、なんだっけ、あの仲間だから、ハマチしかみたいな、ハマチ、あのハマチオンリーじゃなくて、そういう系なんでも好きです。カニ、カニはね、人生においてそんな食べる機会がないから。カニ、カニあんのかな。お城タワー、ありがとう。びっくりマーク2個。ホタテ、確かにホタテのイメージだ、わかる、ホタテのイメージ。北海道海鮮ギフトにさ、木彫りのクマは含まれますか？鮭加えてるけど、あれは海鮮ギフトではない。ダメ、あれ北海道といえばみたいな。ハマチの時期そろそろ終わり。そうなの？じゃあ回転寿司行かなきゃじゃん、早く。ゆうせいさん、レインボースターありがとう。わ、イカ飯いいね、いいね。いや食べんよ、木彫りのクマ。クマはちょっと、しかも木彫りだから、なんかあの歯に詰まりそう、木の繊維が歯折れそう、そもそも。おはよう。焼いたら食べれる、ほんと。ちょっと水でふやかしたらいける、ほんと。ね、ふるさと納税なんか10月からちょっと変わるみたいな言ってるよね。ね、思った。朝ごはんは、朝ごはん、朝ごはんクッキー、うーん、クッキー食べたい、クッキー、クッキー、うん、禁断症状で始めた。あ、今なら、今ユニバで働ける、ユニバのゾンビのとこでクッキーが食べたい女として働ける。あ、クッキー食べたい。やばい、ああめっちゃ美味しかった、あのクッキー。なんかテレビで食レポとかするよりこうやって「やばい食べたい」って言ってるのが一番さ気になる。リュウセイさん、タコありがとう。タコ、あー、たこ焼き食べたい。うわー、
越後さ、亀越スティールでパセリ取ってたけどさ、今ショールーム見てる人の中に越後います。実は越後として生きる時間があるよみたいな。今はちょっと仮の姿だけど、普段は会社に行くと越後してますみたいな人いるのかな。でもなんか、でも写真の感じパセリというより全体を撮ってるって感じでもあったから、普段 STU 応援してるけど越後の姿にも慣れちゃうよみたいな感じなの。もしかして、もしかして、もしかして、でも言えないから僕ですとか言えないもんね。おはよう。中の人はいなくても外の人はいるんだ。中はいなくてもね。ね、嬉しいね、乗せてくれて。9月24日日曜日、じゃん、しんちゃんさん、タワーありがとう。越後タワー、越後タワーじゃないけど越後ありがとうございます。なんとお城建設3つ目、パセリの別荘が3つできました。でも維持費が大変そうです。ありがとうございます。北海道海鮮ギフト相談して決めましょう。一緒に何があるのかしら。ありがとう。上手に描けたかな。これ見ながら描いたから。実物描いた。城の維持費ってどんぐらいかかるんですかね。高そう。大変そうじゃない。エチゴン、エチゴンのカメコ写真を見るに僕とカメラポジションが近い気がする。マジ？そんなのでわかるの？すごい。わあ。ね、お掃除大変そう。だってなんか柱とかいっぱいあるじゃん。すごいほこりとかたまらないようにさ、お掃除定期的にしなきゃだしさ。ソーリーさん、だるま、オールウェイズサポート、シャニさん、ハートありがとう。ペンライトもありがとう。あ、いっぱい貼ってくれた。新潟カラーのペンライトありがとう。お掃除ね、大変だわ。こんにちは。越後をね、もう一回描こうと思ったら間違ってね、猫描いちゃってね。なんか耳が猫になったからキティちゃんになっちゃいました。この越後をもうちょっと上手に描きたいと思ってね、向上心の現れがキティちゃんを生みました。広島にね、サンリオショップができたんですよ。広島の本通りに、本通りっていう大通りにね、
大通りでもないけど広島の中では大通りみたいなのとこにサンリオショップができたんですけど、路面店が、そこにね、なんとね、ハローキティのポップコーンができたんですよ。だから通りすがるたびに聞けるんですよ、あれを。今までは夢タウンとかそういうショッピングモール系、イオンとかに行かないと聞けなかったあのハローキティのポップコーンが、これからは道端で聞けます。やったぜ、あの中毒性のあるポップコーン。歌えるよね、あれ。食べたことなくても歌える人多そう。え、確かにあれいくらするんですか？私アンパンマンはやったことあるんですよ。アンパンマンのポップコーンやったことあるけど、キティはいくらするの？そう、路上ライブしてんの、ポップコーンのあれが。あれはどんぐらいで買えるんだろう。食べてみたいけどさ、本通りで買うのちょっと恥ずかしいかもしれない。みんなに見られそう、見られちゃいそう。ハローキティ、こんにちは。ヨネさん、だるまありがとう。え、わかる。店員さんとかなんかさ、コンビニとかでも店内放送ってあるじゃん、芸能人の人の。皆さんこんにちは、だるだるです、今なんとかこんとかではこういうキャンペーンやってますみたいな CM 流れるじゃないですか、頻繁に数分おきに。店員さんはさ、ずっとそれ聞くわけじゃないですか、朝からシフトの時間ずっと。帰ってからもさ、流れそう脳内でね。そういうのあるじゃん、お家帰っても仕事の音がするみたいな。怖いな。しんいちさん、カップアイス。リサーチャーさん、だるま。アッスーさん、ハート。カワウソ管理さん、ろうそくありがとう。カワウソ管理してんの？私カワウソって呼ばれてんだけど。かわいそう。チップさん、ハート。たかしさん、ハート。カワウソ管理さん、小判ありがとう。私もなんか管理したい。最善管理さんとかにしようかな、私。何にしようかな。冷凍庫管理さん、どう？私の名前、冷凍庫管理、冷凍庫監視員とかどうか。神代さん、タコありがとう。ね、なんか音楽とかもそうだよね。今年の夏はやっぱ推しの子の曲いっぱい聴くことが多かったかな。YOASOBIさん、夏曲というよりね、そういう流行りの曲を聴くことが多かった気がする。おはよう、おはようございます。え、待って、プリキュアの時間終わったかも。え、プリキュア終わったかもしれん。あ、やってた。みんなプリキュアやってるよ。全国の大きなお友達たち、プリキュア、なんかすっごい煽られてる、プリキュア。この水色の髪の毛の子はソラちゃんです。ソラちゃん、プリキュア。おはよう、まさふみさん、バラ、デザイズハートさん、カップアイス、ジンダイさん、タコ、ありがとう。ソラハちゃんかもしれない。ソラハちゃんなの？え、プリキュアのさ、時計かわいい。プリキュアの左上の時計
超可愛いですよ。キラキラしてる。すごい。目ん玉もキラキラしてる。ソラハちゃんの禁断症状？大丈夫。昨日の夜電話した。電話しました。今日はって言って食べたものとか教えてくれた。昨日はねカフェに行ったらしくてクロッフルを食べたと言っていました。そんで広島のお友達と遊んだらしいんですけど、あの選抜おめでとうって言ってプレゼントもらったらしいです。いいよねそういうの。優しくない？メンバー同士でさおめでとうとかはさあってもさ、それお友達からおめでとうとかなんかすごい。その友達はずっとなんか配信とかも見たりとか応援してくれてるみたいだったから素敵な関係と。そうだよプリキュア今ね広がるスカイプリキュアになってるよ。マコバヤさんハートありがとう。デザイスハートさんハートありがとう。おはよう。おはようです。いやね私は何を書いてるかっていうとね、じゃーん、アイドルの話をしたからね、アイドルっていう文字を書いて。おはよう。森健銀河さん、カップアイス、和友さん、だるま、ありがとう。あと5度目ぐらいできそう。5度目。新潟が終わったら大阪に向けて頑張りたいと思います。それが終わったらゆっくりのびのび過ごそうかね。そうキティさん、流星さん、だるまありがとう。クッキー食べたい。やばい、みんなパセリが立ち上がろうとしてるよ。やばい。ゴンベンさん、バラありがとう。やばいぞ、みんな。昨日のパフォーマンスとっても可愛かったです。ありがとうございます。嬉しい。配信で見てくれてありがとうございます。カジノ本店さん、お断り。あー、クッキーと戦ってる。私はちょっと手に取ってしまった。一缶あたり288キロカロリーだって。しまった。僕はクッキー缶の中身を覗いてしまった。魚魚魚、ちくわちくわちくわ。うまーい。思わず踊り出してしまう美味しさ。うまー。美味しい。
残量8個困った。美味しい。はあ、なんて素敵なの。製造者ありがとうございます。製造者さん、佐渡ホンダ販売株式会社さん、ありがとうございます。幸せだ。思わずハートが出ちゃう。大五郎さん、バラありがとう。フェリスさん、だるま。ウザイサータさん、だるま。ふくちゃん、いいね。おだしさん、だるま。しんじさん、断り。ありがとうございます。やばい。 1,2,3,4,5,6 あと6個ってことは、月火水木金土って食べれば9月いっぱい、9月いっぱいずっと毎日食べれるってこと。そう、そう、9月は30までだから。ねクッキーが喉に。ちょっとお茶を飲みますね。お茶飲みます。はい。やばい、ふみふみ。メンバーにお裾分けしよう、美味しすぎて。やばいよ。賞味期限が10月31日までだからまだいけます。これまだ今日食べなくても大丈夫なんだよね。あと5個だけど。ビンタしてください。朝からクッキーを食べる子、引退してください。やばすぎる。美味しすぎる。開封したのが間違いだった。でもね、もう一個あるんだよね。もう一個あって、実はもう一個あってさ、これなんですけど、これもらったんですよ。これもらったんですけど、このさやかっていう、さやかっていう、このなんだろう、ストー菓子、ストー菓子ももらって、これは10月18日までなんですけどね。これはいちご、練乳いちご味でした。メンバーによって味違って、私練乳いちごでした。これも気になるけど、これ開けたらもう本当に終わり。これカロリー一瓶あたりエネルギー292キロカロリー、タンパク質 1.4、 脂質 1.5、 炭水化物 71.2。 わお、脂質は低いけど炭水化物が。さやか、これはお土産にする。これをお土産にします。
ちゃんとこのプチプチに包んでキャリーバッグに入れてるんです。食べないように。あー、おいしょ。おはよう。困った。なんか目がむくんできた大変。目がむくんできた。左目が。昨日の夜餃子食べたからだ。マッサージします大変。キャー、おはよう。しんいちさん、回復薬ありがとう。クッキーは食べてもらいたいから存在するんだよ。うわ、なんだその三つ王みたいな。そうだよね。そうだよ、本当にその通りだよね。クッキーを作った人も美味しく食べてほしいと思って作ってるし、クッキー側本人もそう思ってると思うし、こっちもそう思ってるこっちも美味しく食べてあげようと、美味しく食べさせてもらおうとしている。そんな美味しく食べてあげようとか、その上から目線ダメです。美味しく食べさせてください、食べさせていただきますって気持ちで食べてる。だから大事。うわぁ、需要と供給ですそうだよね、世の中そうやって成り立ってるもん。確かに食べきっちゃおうかな。今はもうお腹いっぱいになりました今口がね、クッキー味でもう甘々だし、ちょっとお腹いっぱい食べたからね。お茶をね、ちょっとお茶を飲みます。たまにさ、そこが濃い時あるからちゃんと振らなきゃ。お茶飲みます。恥ずかしいから立てる。はぁ、美味しかったです。ごちそうさまでした。お茶は葉っぱなので、お茶葉っぱだからさ、茶葉だから野菜です。おーい、お茶、これは昨日もらいましたこれももらったやつだし、これももらったやつ、これももらったやつ、いただき物です。全部私の身近にあるもの、大体いただきものです。はあ、そう、お茶。わあ、大変。新潟ってすごい大変。こんなに美味しいものたくさんで大変。サラダフォークも買わなきゃだ。今日は無理だから明日。二回公演ね、頑張る。いっぱい動いてクッキー消費しますクッキー頑張って、リハで消費するね、クッキー。今日の新潟は分かんない、暑そう。でも天気がめっちゃいい、日差しが眩しいもん。めっちゃ眩しいです、目が。でもこの部屋は今エアコンつけてるから分かんないけど、わあ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 。パーカー着てた。どうだろう、こっちはリハは暑いじゃん、踊るから。でも難しいな、
リハは暑くても楽屋は寒いかもしれないよね。どうしよう。涼しい？風ある？今日。ちょっと天気予報見ようかな。テレビ。プリキュアが終わっちゃったの。プリキュア終わってしまったのよ。天気予報？Dデータ。Y3 チーム、カップアイスありがとう。わーい。ハートもありがとう。流星さん、ダルもありがとう。全然 D データしてくれない。 D データ押しても全然来ない。来い来ない。見れなかった。ダメでした。しょぼん。しょぼん。朝から逃走中やってる。放送中やってるよ。朝から？すごい。仮面ライダーもやってる。すごい。週一かな。天気を見るには週一が一番いいかもしれない。わあ。今日の最高気温は26度、夜は20度。ちょっと寒いね夜は。で夜どうかな。2公演終わり、汗だく。暑い、もしくは汗だく。風で寒い。どっちかな。どっちかしら。カズイさん、カップアイス。ヨネさん、だるまありがとう。どっち。リサーチャーさん、だるまありがとう。未来の私が教えてほしい。どうか自分の体調とか。じゃあ薄い上着持ってった方がいいかな、やっぱり。おはようございます。ぽい。こんぐらい。もうほぼ意味をなしていないぐらいの薄さだけど、ないよりマシ？なくていいかな？荷物になるかな？今日は。すごい。ライブの演出とかで、私がさ、ライブの天井に張り付いてこうやってやったら、みんながメンバーがここから出てくるっていうシステムにしたい。かっこいい。シルエットでメンバーがここにいて出てくるシステム。私頑張るよ。メンバーのためなら巨人になってこうやってするし。いらないか今日は。いいねって言われた。やった、いいって。やった。おはよう。ね、楽しそう一人で。安部さん、だるまありがとう。和井さん、カップアイス。新地さん、カップアイス。いいねもありがとう。風も強そう。風も強いの。ちょっと見てみるわ、窓の外。うわ、暑そう。日差しが暑い。
葉っぱ揺れてる、確かに風ありそう、若干眩しい、眩しいです。やっぱ太陽浴びるとさ体が起きるって言うからね、大事だよね、大事大事。会場前にいる、早っ、早くない？え、もう開演する、もしかして今日15時からだよね、嘘じゃん、まだ私ホテルにいるけど、早くない？早起きだ、ストレッチしましょう。あ、グッズ？グッズで？え、肩がめっちゃボキボキだ。ね、気合入ってるね。昨日の NST 祭り良かったよ、ありがとう、ありがとうございます。なんでここでやるかっていうと、ここに椅子が、椅子がここにあって、ここに、ここでしかできない。ドゥドゥンドゥン、おはよう、みんなおはよう。昨日なんかさ、沖さんとひなさんが新潟グルメ満喫したみたいなの書いてたからさ、超羨ましいです。パセも新潟グルメ満喫したい。パセが今日満喫した新潟グルメはこちら、クッキーです。いいな新潟グルメ。サッタン、ハッタありがとう。いいな、いいな。パセだってね、新潟グルメ食べたいと思ったのに、なぜか昨日は餃子をね、メンバーと一緒に餃子を食べました。メンバーはラーメン食べて、でもラーメンはさすがに今日顔がパンパンになると思ったから餃子にした。めっちゃ美味しかった、サクサクだった、衣、衣じゃない、表面、焼き目、サクサクでした。うわーん、誰とメンバーは4人、私と4人のメンバー行ったけど、みんな教えるとすぐそのメンバーの配信に行って、知ってるよっていう、あのドヤドヤでコメントするから秘密です。すぐ電車バトするから秘密です。内緒です。電車バトはダメだから、電車バト取締委員会会長だから秘密です。私がそう、この前もメンバー、また違うメンバー4人ぐらいでお寿司食べ行ったけど、回転寿司行ったけど、それも秘密、秘密と思ったら他のメンバーのメールで書いてあったっぽい。こうさん、だるまありがとう。鳩体質なんでおもろい。鳩体質か。じゃあ仕方ない、肌体質はやっぱそうだよね、あの仕方ないよね、鳥肌とか立ちますか、やっぱ鳥肌とか立っちゃったりとかね、そういうのもあると思うし、日頃から大変な思いもされてると思うので、そういう体質は否定できません、ね、じっとしてると鳥肌が立つんでしょうね。そうです、秘密です。おはよう、やっほー。
ノクさん、ハートありがとう。え、私も今禁断症状出てる。でも鳥肌立ってない。このクッキーを、もう今は満足したんですよ、クッキー欲。クッキー満足したけど、あと5個かって。この5個を残したら、あの湿気とかで、このサクサクさとかが失われるんじゃないかっていう不安で、今ちょっと。でも別に今はもう満足、いっぱい食べたから満足なんですけど、って感じです。封印、ちゃんとギュッて閉めときゃいいか。デザイスハートさん、バラありがとう。そう、しかも仲間は胃袋にいるから、私の仲間に会いたいかなとか思ったりしちゃって。アリちゃんさん、みたらし団子食べてるの、かわいい、かわいい、かわいい、アリちゃんさん、え、かわいい、みたらし団子美味しいですか？え、愛おしすぎる、そんな、なんてかわいいの。アリちゃんさんがみたらし団子食べてるなら、パセもクッキー残り食べようかなとはなりませんとはなりません。みたらし団子はいいって言うじゃん、マッチョの人も食べるじゃん、お団子とかって。和菓子っていいよね、脂質が少ないって言うよね。でもさ、これは脂質が鬼です。 15g も入ってる一缶で、恐ろしい。見なかったことにし、開封後はなるべく早く食べてくださいって書いてないから、え、書いてるかも、うん、書いてなかった書いてたよ、書いてくださいね、今度から。ねえ、脂質、わあ、怖い怖い。それだよね、誤差だよね、本当にそうなんだよね。あんだけ食べといて5枚残して、なんかそういうやつあるよね、なんかさ、全部食べるのは罪悪感あるけど、1枚だけ誰かに譲ったらちょっと許されるみたいな、なんかそういう人間の心理だよね、きっと。こういうのってよくない。 15g 多いよ、脂質は1日に 30g ぐらいまでがベストだから、もう半分クッキーで取って、ひゃサバとかめっちゃ脂質高い。でも魚の脂質はいい脂質っていうから、それは問題なしです。新潟から広島まで歩いて帰ったら消費されそう何週間かかる？そんなかかんない？途中で倒れてもう会えなくなっちゃうかも。あと毎日配信しなきゃだから、ちょっと歩きながらしちゃう。今日は今大阪あたりです。みんな元気ですか？すぐ帰るからねあ、でも大阪に行けばいいんじゃないですか。私そしたら来週大阪でツアーだから、新潟からはもう先に行ったらいいのか。うわ、ギガ鳥マウンテン丼だって、やば。週一漬物が美味しそうすぎる。わお、衣がサクサク、そう、無音だけど。おはよう、おはよう。199時間、199時間、8日と7時間。はい、8日後、8日後、月火水木金土日月。ちょっとパス出れないわ、広島の打ち上げさえ出れなくなっちゃう。そしたら大変。すごいね。え、ルーには隠し味に
カレーのスープを使用してるんだって。あ、カレーじゃないっていろいろ混ざった。カレーのルーの中に隠し味でラーメンのスープ入れてるって。やばやばくない？そんなの絶対美味しいやん。え、いろいろと塩分とかすごそうだけど絶対美味しい。しかもカツカレー、ひゃー、これ見たらなんかクッキーとかさ可愛いもんじゃないね。カレーとか見たらヘルシーに思えてきた。美味しそうなんか朝からのんびりしすぎてる気がする。9時半に終わろうかな。9時半に配信終わるね。そんで準備する、ちゃんと準備テキパキしますね。思ったより早く起きすぎたな、やっぱり早く起きすぎてしまったけど、朝から楽しかったから OK。 のんびり。パスはみたらし団子食べたくなってきたな。テキパキテキパキ。マスク依存症さん、だるまありがとう。流星さんもだるまありがとう。のんびり。ツアー頑張ります。今日はもしかするとユニットが最後かもしれないから。やばーい、寂しい。オキさんの衣装。ねえ、オキさんとオカミとプライドまたやりたい。パズ。ないんですか PR 舞台ツアーリターンズみたいな、なんかそういうのないんですか？もう一回みたいな、リバイバルみたいな、ないの？オオカミとプライドやりたいよ。チャチャチャーン、チャ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 。枕さん、だるまありがとう。ね、風に吹くラブ真っ白なスカート。クシャトリアさん、だるまありがとう。のびおのおかみとプライド、ソルハさんとはやりたいねって言ってんな。思い出のほとんどやりたいって言ってるでも思い出のほとんどをやるときっていうのはもうそれはアイドルの終わりのときじゃないですか、大体。だからなんかあるかね、他二人っぽい曲。おはよう。ね、そうだよ、大号泣。そんな想像するだけで泣くんだから。私もう泣くん、すぐ泣くんですよ。あのそういうこと言われると泣いちゃうんですよ。なんかね、話の流れとかで将来はもう兵庫と長崎で会えなくなるわけじゃんって言われたら泣くの、毎回。もう鬱陶しいよね絶対やだって言って泣くんです。なんでそんなこと言うのって言って泣くの。重女だから、そういう別れを匂わせられたら泣くから大変。禁じられた二人。湖にボッタすときにさ、食料もいっぱい詰め込みたいかも。こぎつかれたら食料いっぱい食べたいか。しんさん、だるまありがとう。
ガラリ広い空間、横とは当てるプリンセス、世界は広いらしい、ここでは二人きり。これはピオニーズっていう曲で、これもなんかねちょっとねなんかそういう曲、二人って感じの曲。パちゃんの分もうなくなった。アリちゃんさん、あー悔しい。あーなんて悔しいの。3本あったんじゃないの、みたらし団子。3本の中でも3玉ぐらいついてんじゃないの、団子は。3団子、3兄弟じゃないの。9個あったんじゃないですか、アリちゃんさん。タレカツ、あるといいな、新潟グルメね、食べたい。確かにクッキーあげるからくださいってこっちはもう開封済みだよ。ヘギそば食べたい。ヘギそば昨日食べたいと思ったんですよ。 Google マップで調べたけどなかったです。おはよう。団子三兄弟、私団子三兄弟ちょうど世代だよ。あのちっちゃい頃、記憶には全然ないんだけど、なんか団子三兄弟のなんかねグッズが家にあったんですよ、ちっちゃい頃。オルゴールかなんかそういう系の、曲が鳴る系のねグッズが家にあって、ちょっとだけ世代です。ちょっとだけ。あと9分で配信終わりだ。おはよう。わあ、もう寝れそうですもう今日いっぱい朝から喋ったから、あ今日もいい一日だったわって言ってもう寝れそう。みんながいっぱいお話ししてくれたから。ほいー、夜配信できますよ。夜配信でもね、今日は開演が遅いんですよ。昼がまず15時から、いつも昼公演って13時か14時とかなんだけど、今日は15時から で夜もその分さ遅めだから、多分帰りもその分遅めになるとは思うけど、配信はできます。夜も、もしなんか体調とかそういうのでできなくなった場合はお知らせするね。ジロくん、キューピットクマ、ありがとう。パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ、ジュンジュ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 ジュン、パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、ウサギ、コアラ、頑張ります、ありがとう。パンダウサギコアラをね歌うぐらいには元気。頑張ります。おはよう。なんでパンダウサギコアラなんだろう、どういう選抜なんだろう、なんで3人選抜なんだろう。子豚、タヌキ、キツネ、猫はしりとりじゃん。でもパンダウサギコアラ、犬とかじゃダメ、語呂が合わないからかな。犬、猫、豚みたいなのダメってこと。語呂か。じゃあパセリ入れるわ。なんか曇ってきた、日がなんか曇ってきた気がする。
雲があるのかな。カピバラに、カピバラ入れたら一匹減らさんといけん。カピバラ犬猫ならいいけど、どう？だカピバラと犬と猫はちょっとやっぱ一緒にしたら大変そうだから、カピバラアライグマレッサーパンダどう？ドットさんだるまありがとう。安尾くんカップアイスありがとう。なんか長い名前を詰め込みたいか。サイ、あー確かに2文字やいいね。サイでもその順番をどうするかでまた揉めちゃう。序列ってあるじゃん。だからコツメカワウソハシビロコ、コツメカワウソハシビロコサイ、カワウソいなくなっちゃった。あカワウソじゃないカピバラ何の話してんの桜。私はちょっと今あくび仕掛けたの我慢した我慢しました。サイはセンターじゃない？でもサイもセンターになりたいかもしれないじゃん。ねえ。お、夜は運転中でコメントできないと思うので、今日は久しぶりに楽しみます。イエーイ、楽しもう。揚げ揚げで。揚げ揚げ。頑張ります。こちらも楽しみます。よろしくお願いいたします。イエイイエイ。おはよう。楽しもう。今日来る人、今日行くよーって、なんならもういるよー、まだこれから行くよーの人、今日は行けないけどまた今度いつか行くねーの人、いやちょっと紛らわしいか今言ったらみんな範囲になっちゃう。あみんなハイだ、みんなハイ、あーやばいみんなハイになっちゃったあーみんなハイだ。あー来週行きます。あ大阪、大阪と広島と、あーもちゆきさんハートありがとう。あーみんなハイって言ってるじゃん。当日券ないです。当日券ございません。昨日のNSD 祭りで当日券のお知らせをしようってなったけど、ないなかったなかったから、当日券はありませんっていうお知らせをしました明日は新潟でツアーがありますイエーイとか言っといて、もう券はありません、配信で見てくださいっていう告知をね昨日イベントでした今日はスタンディングです。だからみんなちゃんと会場入る前に屈伸とかやってから入ってください。ジャンプスクワットとかして足腰鍛えてもらって。おはよう。なんか NGT さん今日お話し会みたいな言ってた気がする。明日お話し会で行けないんですよみたいな言ってたからね。来れないっぽいです。頑張ってくださいって。あ、東京なの今日、そうなのか、リアルお話かなのか。あ、ほんとだ30分になっちゃう、終わる時間だ。じゃあ終わろう、終わっちゃおうと思います。終わっちゃいます。え、今日嘘、めっちゃ今日むくんでますよいやめちゃめちゃむくみ今。
もう二重がもういなくなっちゃった目とか。キャーン。ありがとう朝から1時間半付き合ってくれて、クッキー食べるとか見てくれてありがとう。じゃじゃーん。それじゃあ皆さんお別れの時間です。みんなでご挨拶をしましょう。せーの、さようなら。壇上も壇上いきます。13位大吉さん、12位浩二さん、11位白熊さん、10位トールさん、9位いっくん、8位神代さん、7位くわだりさん、6位しんいちさん、5位亀さん、4位おみかんさん、3位ジロくん、2位りゅうせいさん、1位しんちゃんさん、ありがとうございます。回線ギフト達成もありがとうございました。届いたらどうやって決めるんだろう。もしなんかカタログとかならまたショールームで相談もしたりとか、届いたら見せびらかしたりとか、みんなにはお裾分けできないから美味しく食べたいと思います。では今日はツアー頑張ります。皆さんまた夜配信で、バイバイ、バイバイ、じゃあねー。